井出隆氏は日本の実業家。西南学院高等学校を経て、1976年、西南学院大学文学部外国語学科英語、専攻を卒業した。大学時代は、航空部に入部、フォークロックバンドを結成し、ライブ喫茶、昭和に出演するなど、アルバイトをしては、操縦訓練していた。大学3年時には、仲間と1000万円を貯めて、 アクロバット用の飛行機を購入した。1976年、キャセイパシフィック航空に入社。1988年9月にブリティッシュエアウェイズにミドルマネージメントとして入社。1989年から福岡勤務。1992年、九州営業支店長に就任。1991年に地方では初めてとなる福岡、ロンドン線を開設し、 1995年に英国航空の全社員の中から選ばれ、パーソンオブザイヤーを東洋人として初めて受賞した。1997年に東日本営業部長の後、1998年6月に日本地区営業部長となった。1998年12月、大河原純一の公認として、スカイマークエアラインズ株式、 会社代表取締役社長に就任。新規航空会社はすべて大手の整備や運航に頼らなければならず、競争環境が大手に有利なため、今日の基礎となる大手からの自立を目指す。その資金調達のため、東京証券取引所市場初の赤字で、債務超過の会社を新市場のマザーズで二千年五月十一日に上場を果たした。二千三年一月、 井上正幸が社長に就任し、井出は取締役副会長に就任。スカイマークにおける経歴2015年12月1日、エアージアジャパンの代表取締役会長に就任。2017年3月、健康上の理由により代表取締役を辞任。2017年12月、会長を辞任。ありがとうございます。